こんにちは、ダンゲンです。今日は動画編集で自動的にテロップを入れてくれるブリューというソフトをご紹介したいなと思います。これね、めっちゃすごいです。でちょっとね、バグとかもいろいろあったりして、まあ 100% ね、完璧に使えるっていうわけじゃないんですけど、テロップ入れの速度は今までの3倍ぐらいになるかなと思います。ダイゲン TV の中に、今までテロップの入れ方の動画ね、2つ紹介してます。1つが Google ドキュメントを使った音声入力です。これがね、今のところ僕が一番早くて正確にできるテロップの入力方法だなと思ってます。でその動画はね、概要欄に貼っておくんで、また見てもらったらいいんですけれども、その方法と、Amazon トランスクライブを使った、これも音声入力の方法なんですけれども、この2つの、音声を使ったテロップ入力よりも、これ今回紹介するブリューを使った方が多分早いと思います。多分ね、これが今考えられる中で一番最速で手軽にテロップ入れられる方法なんじゃないかなと思うので、ぜひやってみてもらえればと思います。じゃあね、早速、画面見ながら一緒にやっていきたいなと思います。それじゃあ早速やってみましょう。ブリューのホームページに、ダウンロードリンクがあるので、ここからダウンロードすると簡単に使えるようになります。で Mac もできるし、Windows もできるみたいです。はい、で僕はね、もうダウンロードしてあるので、ブリューのソフトを開くとこんな感じになってます。ちょっと全画面表示にしておきますか。はい、もうね、サンプル動画でもうすでに字幕が入ってるものがあるんですけれども、ファイルホーム、編集、字幕、挿入、効果、設定、ヘルプといろいろあります。で、ここのね、作業画面っていうんですかね、作業画面はちょっとね、変更することもできて、今右側にプレビューの画面がついてるんですけど、これプレイヤーの位置で上に表示もできるし、右に表示したりもできます。とりあえず、デフォルトの左側に位置し、配置しておいて、ここのね、大きさとかも変えることができるんで、まあここのさ、テロップの部分そんなにいらないから、ちょっと画面の方を大きくしておきましょう。はい、じゃあね、早速ちょっとファイルを読み込んでみようと思います。ファイルから新しい動画で始めるを選んで、ファイルがあるところを探していきましょう。チュートリアルブリューのこれか、開く。でこれをすると、言語を4つ選ぶことができて、日本語と英語と韓国語とスペイン語になります。で今回日本語なんで、これで確認を押すと、右上、文章の抽出をリクエストしていますっていうのが出てきます。ちょっとね、時間かかります。で今回、字幕をつけるのは1分20秒ぐらいかな、喋った、動画なんですけれども、 4K で撮ってて 1GB ぐらいのファイルですね、を今分析中です。結構早い、結構早いな。 99% まで来ました。終わった。でね、これなんかエラーが出ちゃうんだよな。なんか最初ね、2、3回はうまくいったんですけど、なんか僕の、ブリューはね、ちょっとエラーが出てしまって、これね、再試行してもあんま意味ないんで、家にしておきます。で僕のはね、ちょっとエラーになっちゃって、こうやってもここ画面が動かないんですけど、ちゃんとね、今日僕がハマってる漫画3つご紹介したなと思います。1つ目が野球漫画の文豪で、2つ目、こんな感じで音声はちゃんと聞こえるようになってて、一応ね、字幕もしっかりと入ってます。皆さんのやつはどうですかね。ちょっとわかんないけど、でちょっとね、この画面はバグってるんですが、できることね、ご紹介していきたいなと思います。でまずは字幕のフォントを変えることができます。今ひらぎの明朝プロ N っていうのかな、になってて、いろんなフォントを変えることができて、これ多分ね、自分のパソコンの中に入ってるフォントどれでも選ぶことができるかなと思います。で僕はちょっとひらぎのの明朝にして、太さもね選べるし、大きさももちろん選べます。こんな感じでね、はい、とりあえず、100にしておきましょうか。で背景もこれこんな感じ、輪郭にするのか背景にするのか、基本ね、何もないやつにするのか、影シャドウつけるのかっていうのができます。すごいよねこれ。とりあえず背景にしておきましょうか。でね、間違ってるところとかがあったら、テセウスの船っていう漫画が今ハマっている漫画です。まあ、これはこれでいいんですけど、漫画をちょっと漢字にしますか。ここで漫画で直すと、こんな感じですぐ、こっちに反映されます。でね、ちょっと改行がおかしいんで、例えばテセウスの船っていう漫画がのところで一回切って、次のテロップに行きたいなと思った時は、
ここにマーカーを置いて、で編集のクリップを分割のところをポッと押すと、こんな感じでねテロップがね2つに分かれてすごい便利です。でちょっとバグったりするんで、このガとか消して、ここの空白も消して、まあ、こんな感じでね作っていくとすごい簡単にテロップを編集することができます。無音区間を短縮っていうのがあって、これを押すとここにね、最長時間とかっていうのが出てくるんですが、何秒間無音区間があったかっていうのを勝手に認識して、そこをねカットしてくれるんですよね。1秒ぐらいにしてみようかな。今ね1分21秒あるんですが、1秒を適用すると、お、あ、2秒だけカットされてます。1分19秒になりました。これもっと短くしたら 0.5 秒にすると、あ、ちょっとだけまた短くなった。1分18秒になりましたね。こんな感じで、余分なところをね勝手にカットしてくれるみたいです。すごいな。で精度としてはだいたい変換8割ぐらいは合ってるかなっていう感じがします。でこのまま、書き出しができるんですが、これですね、動画をエクスポートするか他の形式でエクスポートっていうのがあって、僕の場合はねこっちを押して、でプレミアプロのこの XML ファイルっていう形でエクスポートします。ポンとでエクスポートすると、ここに保存して、はい、でですね、この保存したものをこのプレミアプロの方で開きます。はい、プレミアプロの方で開くとファイルの読み込み、これの、さっきのブリューのこれかな、これを選んで読み込み押すと、こんな感じでねファイルインポートしてくれます。でこっちをまず置いて、これがこれも置きます。はい、こんな感じ。あ、これなんかあれだね、ブリューさ、さっきこのこれ字幕の背景っていうやつにして黒背景になるようにしてるんですが、黒背景はなんか反映されないみたいですね。うん、背景なしになってます。はい、でダブルクリックするとこれね、もう勝手にネスト化してくれてるのよね。ここすごいよね。こんな感じで全部もうね、ほらちゃんと区切られてしっかりとテロップが入ってます。ただやっぱりねめっちゃ精度8割ぐらいなんで間違ってるところも結構あって、横浜テル、これ、まあ、今ハマってるって言ってるんですけど、ハマってる漫画を紹介したいなと思いますって言ってるんですが、ちょっとね間違って変換されてるところもあります。でこの動画は無料の編集ソフトで、編集してますっていうのは消すこともできます。こんな感じでね、うん、ただね間違ってはいるんですけど、このほら喋ってるところに合わせてこうやってねちゃんとテロップ入れてくれてるんで、これ間違ってるところだけこうやって直していくとすごいね便利。え、すごくない？ナンバー争いの決着がちょうどついたところで、これねちょうど漫画の話をしてるとこなんですが、うん、すごいよね。いや、めっちゃすごいいいなと思います。すごいねきっちりテロップもついてて、やっぱりどうしてもね間違ってるところもあるんですけれども、まあ、基本的にはなんか8割ぐらいはしっかりと合ってて、でこのテロップもねタイミングに合わせてカットしてくれてるんで非常に便利だなと思います。はい、こんな感じで、かなりね簡単に手軽にしかもね誰でも使える、ソフトになってます。ただねなんかやっぱりちょっとバグったりしてすごい気持ちよくサクサクは使えないんですけれども、テロップ入れるとき何がめんどくさいかって、カチャカチャまず、まあ、手入力だと手で打つのがめんどくさいし、それをプレミアプロとかねファイナルカットの方の字幕の方にコピペしていってテロップを作って、でそれを喋ってるところに合わせてこう一個一個ポチポチ置いていくのもすごいめんどくさいんですけれども、ブリューはねそれ全部勝手に自動でやってくれます。うん、ただその分変換の、精度は 100% じゃなくて、まあ、8割ぐらいかな、うん、もうちょっと悪いかな、7割とかになってくると思うんですけれども、でもね今までのやり方ですね、音声入力とかで、
テロップの文字起こししてそれを編集ソフトの方でポチポチね一個ずつ入れていく、コピペしながら一個ずつ入れていくよりはこのブリュー使った方がだいぶ早くなると思います、うん、で動画作る時に一番時間がかかる作業が多分ねテロップ入力で、しかも一番こうね同じ作業の繰り返しであんまりこう面白くない作業だと思うんで、それがねこのソフトでしかも無料でできるってすごいことだなと思います。ぜひね、テロップ入れる機会が多い人はこの、ソフトブリュー使ってみてもらえればいいかなと思います。ブリューの、ホームページの、リンク概要欄に貼っとくんでよかったら見てみてください。じゃあ今日はねこれで、ブリューの使い方終わりなんですが、今日、サンプルでねテロップ入れた動画はツイッターに掲載しておくので、よかったらツイッターの方もフォローしていただけると嬉しいです。じゃあまた次の動画で会いましょう。ではまた、バイバイ。